吉野狩遺跡は佐賀県神崎郡吉野狩町と神崎市にまたがる吉野狩丘陵にある遺跡。国の特別史跡に指定されている。およそ117ヘクタールにわたって残る弥生時代の大規模な観光集落跡で知られる。1986年からの発掘調査によって発見された。現在は、 国営吉野狩歴史公園として一部を国が管理する公園である。周辺地図及び公園整備区域、遺跡の範囲。佐賀県東部は福岡県境である標高1000メートル前後のセフリ山地を北端に、セフリ山地南麓の丘陵地帯、佐賀平野、有明海へと移るにつれて標高が低く、南に開けた地形となっている。 吉野狩り丘陵は、このセフリ山地南陸の丘陵地帯の一つである。吉野狩り遺跡の最大の特徴とされるのが、集落の防御に関連した遺構である。弥生時代後期には、外号と内号の二重の冠号ができ、V 字型に深く掘られた、総延長約 2.5km の外号が、囲んでいる範囲は、約40ヘクタールにもなる。号の内外には、木、また、 見張りや威嚇のための物見櫓が看護内に複数置かれていた。大きな外号の中に内号が2つあり、その中に建物がまとまって建てられている。北の集落は北内閣、南の集落は南内閣と命名されている。内閣の内外に建物の遺構が発見された。縦穴住居、高床住居は祭祀に携わる者やその側近が、 暮らしていたと考えられており、祭祀が行われる主祭殿、東祭殿、祭道と共に内閣の中で見つかっている。また、食料を保管する高床式倉庫、貯蔵穴、土工、青銅器製造の跡なども発掘された。多数の遺体がまとまって埋葬された亀館棺、石管、土工墓は住民や兵士などの一般の人の共同墓地だと考えられている。 一方、遺跡の南部と北部に合わせて二つの墳丘墓があり、こちらは集落の市長などの墓ではないかと考えられている。発掘された亀棺の中の人骨には、怪我をしたり矢尻が刺さったままのもの、首から上がないものなどがあり、和国大乱を思わせる戦いの凄まじさが見て取れる。また、ガラス製の管玉などの装飾品が一緒に埋葬されたものも多く見つかっている。 多数の土器、石器、製銅器、鉄器、木器が出土している。ま玉や蔵玉などのアクセサリー類、銅剣、銅鏡、織物、布製品などの装飾品や祭祀に用いられるものなどがある。1998年には銅卓が遺跡の周辺部で発見された。九州北部で製造されたと推定されており、形状、出土したいや出土品には、 九州北部をはじめとした日本各地のものと共通、類似した特徴を持ったものが見られるほか、中国大陸、朝鮮半島、南西諸島とも様々な面で共通性、類似性が見られる。また、遺跡内にある三期の前方後方墳は、弥生時代の集落が消滅した後に作られたと考えられている。縄文時代後期には、吉野狩丘陵の周辺部に人が生活していたと、 推定されているここに人が生活し始めた大きな理由として、この地域が海と近かったことがあると考えられている。最終表記が終わり、温暖となった縄文時代前期には縄文海新と呼ばれる海面上昇があり、有明海は吉野狩丘陵,陵の南端付近まで広がり、遺跡から2から 3km ほどの距離にあったと推定されている。 有明海は、干満の差が平均で5から6メートルと大きく、また遠浅の干潟を持つ。この干満の差や筑後川などの河川を利用した水運に優れたこと、また貝やカニといった食料が豊富に得られたことなどの好条件が揃い、この地域に人の定住が始まったと考えられている。紀元前4世紀頃には、吉野狩丘陵の中に集落が形成され始め、 これが大規模な集落へと発展することになる。前期には吉野狩丘陵のところどころに分散して村ができ始める。また、南の方の集落に観光が出現する。中期には吉野狩の丘陵地帯を一周する観光が出現する。集落が発展していくとともに防御が厳重になっている。また、墳糾墓や亀観が多く見られるようになる。 大きな墳糾墓になると南北約46メートル、東西約27メートルの長方形に近い墳糾で高さは4.5メートル以上あったと推定されている。頂上から母校を掘って14基以上の亀管を埋葬しているものもあり、本州の他の地域でも見当たらない。後期には冠号がさらに拡大し、二重になるとともに建物が巨大化し、 三世紀頃には、集落は最盛期を迎える。北内閣と南内閣の二つの内閣ができ、文化の発展が見られる。亀館の数などから推測して、およそ1200人、吉野狩りを中心とする国全体では5400人くらいの人々が住んでいたと推測される。海岸線は次第に遠ざかり、この時代には、 神崎市千代田町や佐賀市諸富町付近にあった。筑後川の河口もまたその付近に移ったと推定され、移行からは港のようなものがあったと推定されている。吉野ヶ里丘陵は東西両岸を流れる城原川と縦川を通して、この港と交流を持ったと考えられている。吉野ヶ里噴宮墓のルーツは、朝鮮半島を経由せずに、中国江南もしくは、 三島半島から北部九州に直接伝わったとする研究がある。古墳時代の始まりとともに、吉野ヶ里遺跡の堀は大量の土器が捨てられ、埋め尽くされてしまう。集落はほぼ消滅して離散してしまう。このようなことは、近畿地方や各地の観光集落も同じような経過をたどる。また、高地聖集落も消滅する。それは、戦乱の世が収まり、 もう掘りや土塁などの防御施設や、高地清集楽の必要性がなくなったからである。古墳時代になると、吉野狩遺跡の住居は激減し、丘陵の上は、墓地として前方公園府にや、周公墓などが築かれた。人々は、低湿地を水田に開拓できるようになり、生活の基盤を平野に置くようになった。なら、平安の律令制時代には、 神崎軍の役所的な性格の建物があったと推定されている。律令制時代には土地の区画整理を常理性といったが、吉野狩りの里はその呼び名が今も伝わって残っているもので、旧神崎軍内には他にも狩りという地名が多く見られる。佐賀の乱の際は付近で激戦が展開された。昭和になると、 やよい時や亀缶墓などの遺物の出土が見られるようになり、少数ながらもこの遺物や遺構を学術的に研究する動きが始まる。しかし、大きな盛り上がりを見せることはなかった。1970年代に農地や果樹園造成、土取りによって遺跡の一部が壊される。また、この頃から吉野ヶ里丘陵,陵一帯の広い範囲で亀缶が出土するようになった。 また、県立高校の移転改築の候補地になったが、広範囲にわたって異物が出土していたため断念された。1970年代後半に佐賀県によって、1980年代に入って企業誘致のために佐賀県は吉野狩丘陵南部に工場団地の開発を計画する。その際文化財発掘のための事前調査を1983年から始める。 1986年の本格調査によって、約59ヘクタールもの広範囲に遺跡が広がっていることが判明し、県は工場団地計画を縮小する。発掘中の現場。発掘は長期にわたり続いている。考古学者の佐原誠をはじめとして、県や市民団体による啓発活動が高まりを見せ、1989年2月23日、一部の 報道期間によって大々的な報道が始まる。ちなみに、この前日の2月22日が、吉野ヶ里遺跡で大規模な看護集落が発見された、日とされている。これにより、連日全国から大勢の見学者が訪れるようになり、同年3月には、県は遺跡と重複する地域の開発を中止する。その後1990年5月に、史跡、 1991年4月に特別史跡に指定され、1992年には閣議によって国営歴史公園の整備が決定する。報道がなされた当初は山大国に関係する遺跡ではないかとも見方もあり、一部で九州王朝説も取り上げられた。現在は九州北部にあった複数の国の一つに過ぎないのではないかという見方もされている。なお、 2006年4月6日に日本百名城に選定されている。細型道県起源全一世紀佐賀県吉野ヶ里遺跡墳丘墓出土品1991年6月21日指定吉野ヶ里遺跡とその周辺部の117ヘクタールが公園として整備されることが決定されている。公園としての整備が決定した後、公園となる部分の最終調査を経て、 遺跡の状態を損なわないように森土によって保存し、その上に復元や植樹を行い公園整備を行った。整備計画区域内にはまだ発掘を終えていない部分が多数残っており、発掘が完了したところから順次整備が進められ、公園を拡張している。2001年の開園当初は47.3ヘクタールだったが、2017年7月現在は、 計画の9割に当たる104ヘクタールが公園として利用されている。都市公園法に基づく国営公園部分と県営公園部分があるが、管理運営は国及び県からの共同での代行という形で一般財団法人公園財団が受託し、公園内に吉野狩公園管理センターを設置して行っている。また、整備は国土交通省の出先機関である。 九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所歴史公園課と県の出先機関である神崎土木事務所がそれぞれの整備計画に基づいて行っている。なお、発掘調査関係は佐賀県教育委員会の管理となっている。吉野狩歴史公園で実際に復元されているのは、看護、縦穴住居、高床住居、物見櫓、柵、坂も 高床式倉庫、墳糾墓などである。多くは柱の跡や木材が遺構として残っており、これを元に復元されている。遺構の保護や、さらなる発掘のため、元々あった場所から異なる場所に復元されたものも、あるが、森土をして遺構を保護した上で、真上の同じ場所に復元されたものもある。また、遺跡の周辺部では、遠くからもわかる目印として、 物宮倉が建てられているところもある。公園の南端は JR 九州の長崎本線に接しており、道線の吉野ヶ里公園駅と神崎駅の間では列車内から物宮倉等の建造物を遠望することができる。出土品の多くが公園内にいくつかある施設内に保管され展示が行われている。実際に手で触ることができるものもある。公園では 弥生人の声が聞こえるをテーマに整備、情報発信を行っている。年に十数回イベントが企画され、古代の文化や生活の体験ができるほか、多くの店も並ぶ。テーマのように、弥生人の生活を再現したイベントや企画が多く、マガタマなどの装飾品の試作、当時の衣服の試作、試着、古代米の育成、当時の食事体験などの参加型のものが多数ある。 広い公園内はレストランや売店のある入り口ゾーン及びそれぞれ趣旨の異なる3つのゾーンに大きく区分されている。看護集落ゾーンでは多数の遺構が復元されており当時の様子を垣間見ることができるほか出土した土器や装飾品などを陳列した展示室、発掘や土器復元を見学できる施設、体験工房などが設けられている。古代の原ゾーンは 主にレクリエーションを行うゾーンで、広場、水辺や遊具、野外水事コーナー、赤米などの古代米を栽培する水田などが設けられている。古代の森ゾーンは整備中のゾーンで、カンガートの復元、古代植物の栽培、キャンプ場などが計画されている。十二月十一日及び一月の第三月曜日と、その翌日が休園日であるのを除き、原則として、 毎日開園している。開園時間は9時から17時までで、6月から8月までは18時まで延長されている。維持管理や整備の資金源等を目的として、入園料や駐車料金を徴収している。中学生以下の割引、65歳以上の割引、団体割引、身体障害者割引が設定されているほか、年間パスポート、無料開放日もある。 また、一部の体験イベントは有料となっている。ありがとうございます。